候は安定的に甘くて美味しいみかんを生産する技術として、排水設計した園地に S シートを埋めるシールディングマルチ栽培を開発しました。消費者が温州みかんに最も期待することは糖度が高く甘いみかんです。このため産地では糖度が果実を選別するための基準として使われ、一般的に糖度12度以上がブランド品として、12度未満の果実はレギュラー品として取引されます。みかんは根の周辺の土が乾き、木に適度な乾燥ストレスがかかると糖度の高い果実ができます。この仕組みを利用して生産地では地表面を防水性のシートで覆うシートマルチ栽培が普及しています。しかしこれまでのシートマルチ栽培では、地表面シートの下に雨水が流れ込むことや、根がシートの外に出るために糖度が低くなってしまうケースがあります。そこで農研機構では、根の周辺に雨水が入るのを防ぐシールディングマルチ栽培、ナロ S マルチを開発しました。 S マルチの技術のポイントは2つ。排水設計した園地と専用の S シートの設置です。排水設計した園地とは、列植えで畝のある栽培を基本とし、通路は列方向に水が流れる程度の傾斜をつけます。また S シートは列を囲むように設置します。地表面シートを広げた状態において、時間雨量80ミリまでは根の周辺に雨水が入らない設計です。 S シートの設置では、まず深さ50センチの溝を掘り、その溝にシートを垂直に配置し埋め戻します。地表面シートは地中に埋めた S シートの外側まで広げます。 S マルチで得られる果実の糖度は、これまでのシートマルチ栽培のものと比べて高くなり、その平均値は毎年美味しい果実の基準とされる12度以上になります。このように S マルチは温暖化による天候不良下でも安定した美味しいみかん作りをサポートします。また機械作業に適した通路を確保することで大規模化にも対応します。さらにすでに木が植えられている園地でも、排水設計ができていればすぐに導入できます。 S マルチによって高い糖度の果実を作ることにより、ブランド品の割合を増やして生産者の所得向上に貢献するとともに、消費者の皆様にご満足いただける美味しいみかんを安定的に供給することを目指します。詳細は標準作業手順書をご覧ください。また生産者向けに S マルチ栽培に役立つ動画シリーズを公開しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。